皆さん、こんにちは。今回は伊藤美誠さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。今年は女子卓球界で大番狂わせが起きたと言っても良いでしょう。ただ昨年からもしかしたらと言われてはいたようです。伊藤美誠さんがパリ五輪卓球代表から落選しました。選考に関わったメンバーからは、最強中国相手にチームの士気に影響、そんな選手を連れていけない、断じる関係者もいたそうです。日本卓球協会は2024年2月5日パリ五輪の代表候補予定選手を発表しました。注目の女子3枠目団体戦要員には張本美和さんが選ばれ、東京五輪混合ダブルス金メダルの伊藤美誠さんは落選しました。2年間続いた選考レースで、男子はポイント上位から張本智和さん、戸上隼輔さん、篠塚大人さんが順当に選ばれたのですが、女子は1位早田ひなさん、2位平野美宇さんに続き、4位張本美和さんが3位伊藤美誠さんよりも優先されました。自ら張本美和さんを推した女子代表の渡辺武弘監督は悩みに悩んだようです。国際大会での試合内容、成績を見て張本選手が若干上回っていたと説明しています。伊藤美誠さんはリオから2大会連続出場の前回大会で金、銀、銅のメダルを獲得し、最強中国の選手らとも堂々と渡り合ってきた選手です。実績では一昨年からシニアに参戦したばかりの張本美和さんを寄せつけず、渡辺監督も日本の宝と敬意を表していましたが、そこを差し引いてもこの1年張本の成長が著しかったと評価しています。本大会までの伸びしろも含め、パリで一番勝てる選手と判断したようです。兄智和さんに続いて吉報を受け、張本さんは選考会当初は選んでもらえると思っていなかった、信じられない気持ちですと妨害の喜びを表現していました。一方の伊藤さんはなぜ3枠からも漏れてしまったのでしょうか。過密日程で試合をこなす中、臀部などを痛めて満身創痍となり、痛めた箇所をプレー中に無意識にかばってしまい、動きも悪くなった、怪我再発のリスクもつきまとうと関係者は指摘しています。選考レース最終盤の昨年12月も体調不良で実力を発揮できなかったようです。また先月25日に全日本選手権6回戦で敗れて、シングルスでの五輪出場が絶望的になると、伊藤さんは団体要員で選ばれても出るかどうかははっきり決まっていないと発言しました。渡辺監督は直接言われたわけではないのでと選考への影響はなかったと強調したのですが、パリに女子シングルスの筆頭格として臨む早田ひなさんも、前回大会はリザーブメンバーとして伊藤さんら代表を支えました。前出関係者はシングルス、ダブルス、団体戦と長丁場の五輪でチームの士気に間違いなく影響は及ぶ、そんな選手を五輪に連れていけないでしょうと断じています。五輪では福原愛さん、石川佳純さんらを中心に強い結束力を強みとしてきた卓球日本女子、今回も悲願の団体金に向け選考基準を覆してでも輪をたっ飛び、最強中国を倒せる布陣を整えたようです。一方で日本卓球協会によるパリ五輪代表予定選手の発表にネットは賛否となっています。シングルス代表は1月に終了した選考レースの結果により、男子は張本智和さんと戸上隼輔さん、女子は早田ひなさんと平野美宇さんにすでに確定していました。その他に強化本部で決める団体要員の3人目も発表されたのですが、女子が伊藤美誠さんか張本美和さんのどちらになるか注目が集まっていました。結果としては男子は篠塚大人さん、全日本選手権で準優勝した張本美和さんが選出されたことが正式に公表されました。パリ五輪選考ポイントでは伊藤さんが3番手で張本さんは4番手、世界ランクでも伊藤さんが10位、張本さんが16位だったため、意外な結論にネットがざわついたものの、一方で伊藤さんの問題発言との関連性を勘ぐる声もあります。問題となったのは伊藤さんのある発言でした。1月26日、全日本選手権女子シングルス6回戦で木村佳純さんにまさかの逆転負けをし、
個人での五輪出場を逃した伊藤さんはインタビューで次のように語ります。シングルスで日本勢で初の金メダルを取って歴史に残したかった。みんなと一緒に行きたかったが、その部分だけは悔しい。卓球は大好きだけど、オリンピックを目標にするのはやめておけばよかったって思う瞬間がいっぱいあった。また団体戦については、私はずっとシングルスで優勝することを目標にしていて、団体戦に選出されても出るかどうかははっきり決まっていない。まずは落ち着いてどこまでやるかをしっかり考えたい。昔から良いところでやめたいと言っていたが、これで終わりたくない気持ちもあるし、終わりたい気持ちもある。いいところで終わりたいので、もう少し頑張ります、と涙ながらに語っていました。この発言がふてくされている。やる気ないなら出るな。選考ポイント4位の張本を出せと SNS で炎上し、波紋を呼んでいたのです。選考の結果、伊藤さんは落選し、パリ五輪への切符は張本さんの手に渡りました。5日の会見で、選考に関わった卓球女子日本代表の渡辺武弘監督は伊藤さんの発言について触れ、全然それは選考に影響してない。直接言われたわけではないし、私も当該発言をネット記事で知ったくらいなので、選考には全く関係してないと選出への関連性を完全否定しました。選考に関して、伊藤選手も五輪金メダリストで非常に優秀な選手。本当に選考では悩みました。4人選べるなら4人目で絶対に選んでいた、など苦悩を吐露しています。張本さんを選んだ理由については、世界を相手にできる実力が決め手だったことを説明しています。伊藤さんの、ふてくされ発言、との関連性を否定されたものの、SNS では今回の選出に言及する声が止まらない状況です。伊藤さんは喜怒哀楽が激しすぎでしょ。勝っている時はいいけど、今回みたいな状況になればモチベーションがだだ下がり、これは当然の選考だったと思うよ。あの発言もあったし、伊藤選手を選ばなくてよかったと思うよ。張本選手頑張って。例の発言を知っていても知らなくても、結果的に張本が選ばれてたってことね。また日本卓球協会の選考の問題点や監督の発言を指摘する意見もあります。選考ポイントも世界ランキングも伊藤選手が上だったのに不自然な結果。伊藤選手の発言があるにもかかわらず選んだら、体裁が悪いから張本を選んだの？と思ってしまうところもある。そうなら張本にも失礼だよ。心から適任だと思い張本選手を選んだという理由を話せば十分なのに、4人なら絶対選んでいたとか伊藤選手への配慮なのか言い訳がましい発言はやめてほしい。本人が出たくないのを惜しくも落選みたいな体で言ってるの違和感ある。今回の選出について、選考会が始まった当初は全く選んでいただけるとは思っていなかった、すごい信じられない気持ちでいっぱいです、と語った張本美和さん。いろいろともやつくこともある選考結果となりましたが、とにもかくにも伸び盛りの15歳新星には活躍を期待したいものです。そんな中、平野美宇さんがシングルス代表の座を最後まで競った伊藤美誠さんへの思いを明かしています。平野さんは5日、都内の所属先で代表の3枠目に選出された張本美和さんと会見に臨みました。約2年間に及ぶパリ五輪の選考レースは先月末の全日本選手権で終了し、早田ひなさんとシングルス代表の座を獲得しました。平野さんは、今日改めて五輪代表が発表されて本当に決まったんだなという気持ちと、ほっとした気持ちの両方がある。もちろんここからが本番だと思っているので、五輪本番で金メダルを目指して頑張りたい、と笑顔で意気込みました。団体戦要員の3枠目の行方が注目されたが、伊藤さんは落選。平野さんは幼少期からのライバルについて、伊藤選手とは小さい頃から競ってきて、伊藤選手がいたからここまで来られた、一番尊敬できる選手だし負けたくない選手でもある、と特別な思いを明かしました。その上で、夢舞台に向けて、もちろん伊藤選手もそうだし、それ以外にも選ばれなかった選手がいる、その分まで私たちは日本代表として頑張る責任があると思う、と覚悟を示していました。卓球ダブルでペアも組んでいた石川佳純さんと伊藤美誠さん、そんなお二人の不仲説の真相について見ていきたいと思います。なぜこんな声が出てくるのか、
何か根拠があるのか調べてみました。このような不仲説が上がるということは、何かしらの理由があるかと思われます。その理由として2つありました。では、順番に見ていきましょう。1つ目は、伊藤美誠さんの態度や表情です。伊藤美誠さんの態度が良くない、嫌な表情だと思われてしまうことがあるようです。特に卓球の試合での表情が、すごくて怖いと感じる方がいるようです。2つ目は、東京オリンピックでの発言です。また、東京オリンピックの開会式で卓球のメンバーである石川佳純さんが選手宣誓したのですが、伊藤美誠さんは見てないとのことでした。このことが不仲説を呼んでしまったようです。いかがだったでしょうか。今回は伊藤美誠さんの代表落選の話題を中心に見てきました。間もなく開催されるパリオリンピック。現時点での日本代表は最強の布陣と言えるでしょう。日本人の心情としては、3大会連続出場の伊藤美誠さんの雄姿も見たかったところですが、それは専門的に見ている監督の判断ですから間違いないでしょう。日本代表の活躍と伊藤美誠さんの再起に期待したいところです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。